皆様こんにちは、ランです。数ある動画の中からご覧いただき本当にありがとうございます。またいつも温かいコメントやメッセージと本当に嬉しく拝見しております。ありがとうございます。本日の動画はなんとなんとランの大好きなスナイデルさんの憧れのスタッフさん、ハンデさんと一緒にお洋服を選んでいただきましたので、そのお洋服の紹介動画と着回し、それからハンデさんとのエピソードもお話をしたいと思っております。ぜひ最後まで楽しんでてください。それではスタート。私の身長は 172.6cm、体重は 52kg です。骨格はストレートとナチュラルのミックスです。今回ご紹介させていただくのは、ランが現在着用しておりますショースキンワンピースです。お色味の展開は全部で3色展開です。爽やかでとっても可愛らしい、ホワイト、こちらはですね、雑誌のスイートさんへの掲載などもございましたよね。それからちょっとくすんで涼しげなモカ、最後の一つはランが現在着用しておりますピーチのお色味です。サイズ展開は0サイズと1サイズの2つのサイズから選べます。価格は税込みで15,950円です。こちらのワンピース、この上の部分と中のワンピースが別々で使うことができるんですよ。色味の表記がピーチってすごい可愛らしいですよね。首元はこう V になってくれているのでスッキリ見えもしています。背中もですね、ちょっとリボンが絡まっちゃってるんですけど、こうやってバッテンのデザインなので、ヘルシーな抜け感もバックスタイルも可愛く楽しめるアイテムです。肩周りや二の腕周りが気になる方でも安心して着用できるような、肩周りがふわっとしているデザインです。シャツのように軽やかな素材なので暑いっていう感じもしないですし、これからの時期とにかく長く使えるアイテムです。それではこちらのアイテムを着回していきます。まずは先ほどのトップスを外しまして、中のワンピース1枚で着用してみました。中のワンピース自体はとってもシンプルなんですけれども、真下にストンと落ちるようなデザインなので、着太りとかも全然気にすることなく楽しむことができます。ただ肩周りなんですけれども、普通のお下着だと紐が出てしまうので、ブラトップとかこう気にならない肩紐のないタイプのお下着をつけることがいいのかなと思います。夏なんかはこれ1枚でさらっとお出かけできそうで、すごくいいですよね。ピーチカラーがやっぱりテンションが上がる色味です。ランは今回、ピーチカラーのワンピース以外の小物アイテムは全てホワイトで組み合わせました。ヘアアクセサリーのフリルシュシュもこちらスナイデルさんのアイテムです。結構ボリュームのあるシュシュなんですけれども、ワンピース1枚だとサラッとしているので、ヘアアクセサリーにボリュームを持ってきてみました。靴は去年のナイキさんのエアリフトというシューズです。続いては先
ほどと同様、中のワンピース1枚で着用しておりまして、上にジャケットを羽織ってみました。ジャケットに合わせて靴もニューバランスさんのグレーカラーがとっても可愛いシューズで、少しラフだけど女性らしい組み合わせにしてみましたよ。実はランいつもホワイトのお洋服を購入することがすっごく多いんで、なんか普通に普段通り買うとしたらきっとホワイトを買うんですけれども、今回一緒にお洋服を選んでくださった半田さんがですね、春夏はとっても爽やかな色味が素敵ですよねっていう話でおすすめしてくださり、ちょっとピーチを今回購入してみましたが、すっごくこう着るだけで元気が出るようなカラーでとってもお気に入りです。まだ店舗にもお在庫あるお店や、あとはうさぎオンライン公式サイトにもお在庫ありそうでしたので、皆様ぜひぜひこれからの季節にもうバッチリだと思うのでチェックしてみてください。ジャケットじゃなくてもカーディガンだけでも可愛いです。最後はトップスだけの着用です。トップスにデニムを組み合わせてみました。トップスがデザイン性が高いんですけれども、ショート丈なのでちょっと夏っぽく花見せって感じで着てみたんですけれども、いかがでしょうか。このバックスタイルがリボンでギュッと縛れたりするし、本当に他のブランドさんと一味違うなって思えるようなデザインですよね。ただこちらはですね、透け感があるので中にカップインのインナーだったり、あとはランが現在着用しておりますピーチジョンさんの肩紐がないタイプのお下着をつけてあげるといいのかなと思っております。肩周りのやっぱこのボリューム感がすっごく可愛いですよね。でちなみにランが着用しているこちらのお下着なんですけれども、結構前1ヶ月2ヶ月前ぐらいに出した動画でも一度ご紹介させていただいているのですが、ワイヤー入りのお下着になっています。かがんだ時にも胸元が見えないようなデザインなので、これからの季節かなり使えますので、こちらの方も URL を概要欄で掲載しておきます。それからこちらのイヤリングもスナイデルさんのイヤリングなのですが、すごい可愛いです。磁石でちょっとツーウェイになっていて、垂らしてもつけれるしっていう感じでおすすめです。リングも定番のリサイクルシルバーリングです。可愛いですよね。いつもランの可愛いネイルを担当してくださっているのが、千葉県にあるネイルさん、団子バレエ団さんというサロンさんなんですけれども、こちらもぜひぜひチェックお願いします。皆様いかがでしたでしょうか。こちらのワンピース本当に可愛いですよね。上とワンピースの部分で別々で着る方もできましたし、普段のなんだったら白一択かななんですけれども、半田さんからの春夏の爽やかな色物もとても素敵ですよという素敵な通してピーチカラーにしたんですけれども、ピーチカラー買ってよかったなーって今では思っております。もしこちらのアイテムお見かけしたい、持っているよっていう方いらっしゃいましたら、お買い物の参考に
回しの参考になれたら嬉しいです。本当に半田さんの接客がですね、この夏でいつも目が見てるよって言ってくださったりですね、前回お会いした時のお話を覚えててくださったりと、すごいとても嬉しくて楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。また半田さんと一緒にこの夏をお会いする機会がありますようにと思っています。それでは本日のお話はここまでです。ご視聴いただいた皆様、それから1時間忙しい中、一緒にご丁寧にご用意をお願いしてくださった皆さん、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。